はい、こんにちは、カズボです。ファイナルファンタジー16エディションを続きやっていきたいと思います。今回ですけどね、コルツ山を抜けて、まあ、ここね、また知らない敵がね、そこでございますけど、魔法見てもビビんないよね。不発だった技。どうしたの？パート技ねえな。あ、ですよね、1だけでいいな。光属性技名前出てる。何持ってんだこれ。また盗みタイムやる。ちょっと長くなった場合はカットします。あ、普通にポーションでしたねまあまあ別にカットするまでもなかったけど、次で盗めたからね、一応カットしちゃったけど。ダッシュズないな。はい、リターナーホーム。江戸川様、どうぞこちらへ。ここさ、ちょっと選択儀があって。ああ、セーブできるんだね。バナン様にお会いになりましたか？まだですけどね、フェニックステントもったいないからね、回復できても2000ギルもするからさ。バナン様に会ったらちょっとしばらく自由できない。こんなところに本部があるから帝国の連中も思うまい。お、そうだ、ちょっとセーブしてくるね、またね。あ、出れないのか、もしかして。あ勝手についていくパターンね。バグったりしないよね。まあ、また多分連れて行かれるでしょうけど。まあ、そのための2番目のセールですね。はい、3度目の正直。そうね、バナンに会って、どうすかな。またちょっとここから変わった思考になっていくと思うんですけど、あんなセーブできんじゃん。はい、どうぞ。あんまりな、あ、見なかったことにしよう魔男様、例の娘を連れてまいりました。
おお、この娘か。氷漬けの幻獣と反応したというのは。幻獣？どうやらこの娘は、この子は帝国に操られていたようです。伝書帳の知らせでおおよそは聞いておる。帝国兵50人をたったの3分で皆殺しにしたとか。いやー、ケラ、バナン様ひどすぎます。逃げるな。こんな話をしておるか。まだ邪悪な心が人々の中に存在しない頃、開けてはならないとされていた一つの箱があった。だが一人の男が箱を開けてしまった。中から出たのはあらゆる邪悪な心、嫉妬、妬み、独占、破壊、支配。だが箱の奥に一粒の光が残っていた。希望という名の光じゃ。どんなことがあろうと自分の力を呪われたものと考えるな。お主は世界に残された最後の一粒、希望という名の一粒の光じゃ。バナン様、疲れた、休ませてもらうよ。喋るだけ喋って疲れたんだってね。こっちの方が疲れる。はい、ということで、俺は大事な人を帝国に奪われた。俺が帝国を憎むようになったのはそれからだ。帝国がこのままのさばれば、俺のような人間が増える一方だ。だからリターナーに入った。でも私には大事な人はいない。そんなことはないさ。逆に君を大事に思ってくれる人もいるかもしれない。その人のためにも。みんな大事じゃないのかな。小さな組織ですが、同志は各地に増えています。もうすぐですよ、自由は。いらない、恐れずに我々と一緒に戦ってください。あ、ここにはないと。ここでね、私を誰だと思ってるっていう話だよね。俺にはよくわからない。だが昔から兄貴の言うことに間違いはなかった。いつも俺のことを思っていてくれたからな。ヒナも信用していいと思うぜ。もっとこんなこと俺が言ってるなんて兄貴に言っちゃダメだぜ。照れるからな。ティナにこんなことを頼むのは酷なことかもしれない。我々の考えを無理強いするのは帝国のやり方と何ら変わりのないことだからな。だからティナ自身に決めてほしい。ちょっと狭いな。入れなさそうで帰れない。ないそれ、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 ないそれ。ちょっと待って、糖度があればいいのか。見つけたんですけど、まあ、今無理だね。後で行くんか。カエルになったらなんかあんだ。忘れそう。バナン様ですか。ついさっき外へ出て行かれましたが、ここで、ね、選択肢なんだけど、多分もらえるものがね変わるんですよね。まあ、とりあえず、まあ、あの優秀なのは今ちょっとね先取る方が優秀なんですけど、後で取れんですよ。で、まあ、アイテム1とアイテム2取れんですね。で、2の方が優秀かなって思うんですけど、取れんですよね、確か後で。で、1の方は限定かな、確か。限定っていうか何個しかないとかそんなんだったと思うけどな。ちょっとまあ、いいや。取れなくはないんで、答え出たかな？我々の最後の残された希望になってくるから、これハイにするともうすぐなんかもらえるんですよね。いいえ。そうか。やっぱりそうか。どうしてもダメか。ねって勝手にイベントが進む。希望、私そんなものにはなれない。おい、どうした？何があったんじゃ？なんとひどい怪我じゃ。
サウスヒガルは帝国がサウスヒガルからこちらへ向かっています。気づかれたか、作戦を急がなくてはならん。ロック、分かってる。サウスヒガロで内部から敵を足止めする作戦だろ。お前の特技を見込んでの作戦だ。頼んだぞ。ヒナ、俺が戻るまでおとなしく待ってなよ。特に手が早いので有名などっかの王様には気をつけろよ。ロック。兄貴、まだその癖治ってないのかい。こっちはどうする。メテ川を抜けてナルセに逃げるのがいいでしょう。炭鉱で見つかった幻獣のことも気がかかります。でも、では裏口に筏を用意させよう。少々危険であるが、他に手はあるまい。ここは危険だ。一緒になるせ、自分の力を知る良いチャンスになるかもしれんぞ。グズグズしてる暇はない。すぐなるせに向かうぞ。不安な気持ちはわかります。でもこうしてる間にたくさんの命が帝国によって。どうか我々に力を貸してください。このアクセサリーはあなたを守ってくれるはず。源氏のコテもらえるんですよ。さっきいいえいいえってやると。これ二刀流ですね。で、まあ進むことになるんだけど、だから二刀流ってことは、まあ攻撃力倍増ですよね。罠、新刊でこのまま行くことになるんだけど、うん、二刀流、まあ、二刀流になるってことは、まあ武器二つ装備できるとね。まあそういうものがあるんだけど、後で出ないので、ちょっともう一回ね。はい。ということで、まあさっきセーブしましたよね。これで希望になるっていうね、答えると、はい。そうか。でも、なんだか怖い。お主が不安な気持ちになるのも無理はない。ひなよ、これを持っていくがよ。これは?お守りじゃ、取っときなさい。はい。ね、ガントレット。これは両手持ちだね。縦装備できないかがいい。一個の武器、まあ両手で持つからね、攻撃力上がりますよね。いい考えがあるんじゃ。とにかくみんな集めてくれんか。ちょっとイベント違うけどね。今回レテ側の先、どっちも行くことになりますんで。さて、帝国が魔導の力を持ち、戦争を始めたのはみんなも知っての通りだ。だが、ガストラがどうやって魔導の力を復活させたか、ポイントはそこだ。ロックに調べてもらったんだが、ガストロは世界中の学者を集めて幻獣の研究を始めたらしいんだ。ナルシェ攻撃もそのためだ。つまり魔導の力と幻獣に何か関係があると。魔導と幻獣、この2つの言葉で思い出されることは1つしかない。もしや、その通り魔耐性じゃ。おう、まさか枕元でばあちゃんが話してくれたのは本当の話だったのか。魔耐性の悲劇がまた繰り返されると。わからん、もう1000年も前の話じゃ。歴史学者によってそれぞれいろんな説があるからの。一説によると幻獣から力を取り出して人間に注入させたというが、それが魔導の力。帝国に立ち向かうにはこちらも魔導の力を手に入れるしかなら、それでは魔耐性と同じ間違いをすることになってしまう。ではどうしろと。幻獣と話ができないかと考えているんだが、どうだ。幻獣と危険だが、ティナと幻獣をもう一度反応させれば幻獣が目覚めるかもしれない。本当にそんなことか。確かなことは言えないが、しかしこれにはティナの協力が必要だ。ティナ、やってみましょう。なんだかチンプンカンプンだが面白そうだな。なんじゃ今の物音は。大変です、バナン様。サウスヒガルは、おい、どうした、何があったんじゃ。はい、まあ一緒だね、ここはね。まあさっきだとアクセサリーもらってね。ここで兵士が何かくれたんだけど、これもまあ行き方間違えたらね、面倒だから、まあ一旦この状態で戻ってバナンレベル上げるって手もあるよ。192じゃちょっと怖いな。大丈夫かな。だからこれでナイトの心得とカエル向こうガントレットとかにするとさ、
これが2倍の攻撃力。どっちみち盾装備できないからね。まあ、あの人二刀流なんだけどね。二刀流じゃないか。バナンってこれ。あ、使えない。そっか、魔法使えないんだもんね。使えそうですけどね。まあ、これでいきます。まあ、どっちが正解なのかわかんないけどね。源氏の小手がもしかしたら1個しかないかもしれないし、でもしょうがない、それは分かんないからね、初見では。盗めるはずの敵が出てこなかったらね、まあ違う敵が持ってるのね。バナンが戦闘不能になるという。サハギンが出てきた。今いないはずなのに。マッシュが強すぎるな。まあ6がいないからね、ミスマークいかないけど、どうしよう。セーブしてたよね、さっき。まっすぐに2キロ。先進んだったらちょっとリセットだ。やる前にね、やっぱりその調べたりは、ね、するときあるんだけど、今回ちょっと調べてないんで、どっかに宝があったと思う。ドレイン覚えた。吸収ですね。十分魔法だと思いますけど、あれ。で当てたっぽくない寝るすぎてない。ちょっと中間地点ぐらいまで来たら、ちょっとやり直してさっきの左とか行ってみようか。ないのに。二番目にセリフでも。ちょっと見ていきますね。はい、ちょっとやり直したんですけど、特になんかアイテムあるわけじゃないんで、とりあえずこれで
ね、暗闇状態になる、なるなと思う。あとは食らわないようにいけばいい。あの、炭だけちょっと気をつけないといけないし、ちょっとやり直したときね、ちょっと変わったもの使ってくるものいたんですよ。ちょっと気をつけなくちゃいけないかな。あれ、あと、1分も経ってないっていうね。バナナすぐ落っこっちゃうんで、あ、大丈夫か、隊列とか。やばい、ああでもどうなんだろう。そうか、下倒さないとね、炭。意味ないか、意味なかったか。ああ、よかった。バナンとかだったら別にいいけど、ブーメランだ。あ、出た。なんだなんだ。音違う。ひょひょ、ここは通せん。通さないよ。意地悪、意地悪。あ、大丈夫。あ、そっか。チッチー、出たこ、出たこ。そう、あ、しょうがない。かわいい女の子、わしの子。お、あ、防御であんだけ食らうか。248だから、これどうすかな、ブラストボイスとかいかなかったんだけど、バンドブラストのバナンが食らったらまずい。攻撃していた方がいいね、完璧に。嫌いだ。もうバナンは攻撃次多分バナン食らう。あ、チッチ。
しい。ゆでだこゆでだこ。間に合うか。ハンサムは周りの敵や。あ、マナできたらアウトだな。でも効率で防御すれば耐えられると思うんだけど。あ、いけた。グエグエガボガボ。あー、危なかった。よかったよかった。やったのか。いや、手応えがなかった。水中に潜っただけかも。キャ、足に何かが。ティナ、こっちだ。もう大丈夫じゃ。ふざけやがって。必殺技でバラバラにしてやる。よせマッシュ、止めるな兄貴。おりゃ、無茶しやがって。マッシュ、何、心配はいらん。本当ですか、バナン様。何を言っておる。そのことは兄弟のお主が一番よく知ってるはずじゃ。そのうち元気よく飛び出してくるじゃろう。あれー、元気よすぎたって感じかな。はは。マッシュマッシュ、あとは自分で何とかしろ。マッシュ、はい、バナンを護衛しながらナルシに向かうエドガーとティナ。一人で急に飲み込まれたマッシュ、そして帝国を錯乱するためにサウスヒガルに潜入したロック。果たして三者の命運は。シナリオを選んでいくポンということで引っぺかされてる。はい、ということで、ブーメラン取ったよね。あれ、あれはロックだろうな。はい。まあ、危なかった。バナン攻撃されたらね、落ちかもしれなかったね。よしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。